どうもお疲れ様です。吉谷さん。今日もね、歯医者行ってきたんですけどね、パリッと治りましたね。やっぱこう、歯医者行って、こう、虫歯のところを治療して、詰め物っていうんですかね、カバーをパチッてするんですけども、バッチリ合いまして、で、噛み合わせも良くって、なんかすごくいいなと思いました。で、その、虫歯ってね、人間しかならないんですよね。うん。仮にライオンが虫歯になったら、歯医者とか行けないですから、餓死するでしょうね。 それからコスト少々もまあ人間しかならないでしょうね。骨がもろくて走ったらパキッて降りるようだったらやっぱり鹿でもライオンでも死んじゃいますもんね。うん、まあ人間だけがなんかねこう体を痛めているのかなと思います。うん、まあ特に人間が加工する食品にまあポイントがあるのかなと思ってね最近調べてるんですけども一つは砂糖。 それから小麦粉植物性の油この3点セットを料理に使うことが多いんですよね。で日本人はこの3点を戦後 GHQ が来るまでずっとね使ってなかったんですよね。で砂糖も江戸幕府が取引を禁止したってことがあってで国内で作った砂糖を海外に輸出するのはいいけどで海外から砂糖を輸入するのは禁じていたんですよ。で 海外から砂糖を、まあ、無制限に入れちゃうとその砂糖がね、うん、アヘン戦争みたいな混乱を招くってことをずっとこう見ていたんですよね江戸幕府が隣の国を。で小麦粉もアヘンも砂糖も油も災いのもつだから入れないようにしてまあでも日本はねお米を炊いて食べるっていう文化があったりその頃は玄米だったと思いますけども玄米を3合4合毎日食べてでお味噌汁飲んで。 で、漬物とかねあの目指しの焼き物とかねああいったものを炭火で焼いて食べたりとかしてたんであのフライパンもなかったんですよねもう焼き鳥みたいな炭火で焼いてこうなんですかね素材から出てくる油で焼いてたっていうところで動物で油で炒めていたところがあるんじゃないかなと思うんですよねうんまあだから、ね、別に健康オタックになるわけじゃないですけども うん、食べ物の歴史っていうのをねこうやって探ってみるとどの辺りから日本人が病にかかっていったのかが分かるなぁと思いましたね、うんまあ、なかなか面白い研究なんでこれからも続けていこうかなと思ってます毎朝のライブ放送でこの話題をねずっとやってるんですけどもね小麦粉を食べるな砂糖を食べるな油を使うなただしもう今私たちの暮らしの中でこれゼロにはできないんで、まあ、なるべく離れていた方がいいかなっていうところですかね あんまり気にしすぎてもね面白くないんでそこそこっていう感じですけどまあちなみに我が家はねあの砂糖ないんですよで油もないんですよ小麦粉はまああるんですけどねでも小麦粉料理あんまりしないのい、うん、ってらっしゃい